ちみなさんこんにちはフラプチルさんこんなんでありがとう。おかちゃさん、ウィーヨー、シエーケンさんラビュー、カフェさん、こんばんは。こんばんは。白まさきさん、ラビュー。こんにちは。うーん。パステラスーおかちゃさん、結婚していい人ありがとう。 ありがとう。でも今日は結婚受け付けてません。昨日はじめましてできてよかったです。これ絶対的にさ、もう猫なの。ほら。くまたんて。昨日ありがとうって。ありがとう、橋野さきさん。こちらこそ。STU さんもいいよ、パジャマやないかい。そうです。パジャマで登場させていただきました。そう、パジャマで登場させていただきました。<laughs> なんかハロウィンめっちゃ降りてきた。ありがとう、佐藤さん。 よろしさんありがとうみこの海賊さんラビューキャラたじえましてじゃないのよメイヨウ3日ぶりですこんにちは白まさきさんネンボースターありがとうよいちさんラビュー白まさきさんネンボースターありがとうステイヒーさんハロウィンありがとうコーさんこんにちはラビューひろしさんありがとうステイヒーさんこんこうこう なんだっけこれコウモリありがとう昨日はドネル連から行こうか悩んでましなんで来てくれないのなんで来てくれないのそれは思うだけじゃダメなんや来てそれは来てほしかったなクンさん来てほしかったなルシさんあとありがとうハジイチこんばんはしょうさなん作難比よさきちゃんってラッピュぴょんぴょんハジイチ好きめの電車あせんって言ってるみやち何言ってる 割と結婚してくれてありがとねそうやね、昨日ちょっと1日だけ結婚したもんね、きっとひろしさん、あとありがとうディニーさんもいいよぴょんぴょん可愛いいたありがとうアイスラピュラピュー,ュー昨日はじましての通称ありがとうこちらこそ、スタッチさんありがとうありがとうございましたこちらこそありがとうございましたひイちゃんに結婚申し込むさお化けありがとうコウモリありがとう 最近結婚受け付けてないみたいだけど、受付会、それはいつですか私は気分です。気分です。あ、この間教おしゃってた、いちごパジャマですね。そうです。いちご、いちごパジャマを着てます。くまたん、ねこたん、ありがとう。ハロウィンのやつ、ありがとう。時間ゲットしたはず。うん、確かに。いちとちゃん、彼女と話しなくて寂しかったよーって。行きつけのお店はできましたか できてません。できてないです。着付けのお店とかできてないんですね。広島ででしょ。福岡行きます。<laughs> 福岡来てくれるの？ねえ嬉しい。福岡来てください。たくさん来てくれると嬉しいです。嬉しいです。来てね。来てください。かわいさんありがとう。スタッチハありがとう。 ティカハトありがとうエスラマさんやんないやん。ひろいさんひろいさんハロウィーンありがとうゆうさん昨日ありがとうございますこちらこそタクさんありがとうありがとうタクさんありがとうありがとうなティニーンさんなビューなれみさんもいいよエムちゃんエムちゃんハロウィンありがとうありがとう初めましてイイちゃんかくてめっちゃ折れましたキャロット嘘つくの。 結婚してくるんだ優しいねせいで私結婚してくれる時はしてくれるからそうミヤッティハロウィンありがとう結婚って一日だけだったのそうだよ一日だけって言ったじゃんユキ <laughs> ちゃんみたいに天に召される天に召されないで生ひちゃん可愛かったよありがとう嬉しい嬉しいさすがに横からは <laughs> 横から来てくださいよ今日きちゃんの できたら好評だったえー、そうなのや響きにやっぱ響きはセンスがいいってことやな MOTTON さん「WEEYOZAKII」ザキーコウモリありがとう昨日はレーンの外から遊んでただけになっちゃったいやそれな帝国さん全然来んやんと思ったもん見たもん私はツー,ツーショットの時にさ私さ待,ち待ってたのにさ全然来ないの。 来なかった結局帝国さん待ってたのにまだ響きえー、博多渋さん <laughs> ルパンさんこんばんはこんばんはさキハっとありがとエムちゃんかこうまでありがとういいちゃんもう寝る準備満タン違います全然です全くです全く準備できてないです今の今まで部屋の模様替えしててそう部屋の模様替えと部屋の片付けをして,てるんですよ。 今ままだだちょっっとまだ終わってないのでもとりあえず先に配信しようって思って昨日ね夜は配信できなかったのでそうですそうなのよそう今ねお部屋からとかありました今お部屋からとかあったマジ、ま、で今までベッドがこっち側にあったのこっち側にあったでしょでテーブルこ 真ん中側側ににああっっって、て、タンスとかがこっち側にあってテレビがこっち側にあるんだけど <laughs> テレビの位置は変わってないんだけどタンスの位置とベッ,ベッドの位置がこっちになったこっちになったこっちになってテーブルも今2つ出てます配信用のテーブルとメイク用のテーブルっていうのをちょっと分け分け始めましたさようです さっきやったありがとう今日はね200回目半分になったありがとうジョンちゃん200回も来てくれてうれしみの舞ですありがとうジョンちゃんこれからも来てください千もう何千日もなるぐらい来てくださいアピューアピューありがとう MOTTON さんこうこうもありがとう秋尾さんこうもありがとうクリオさんラピュー福岡学校の友 時の友達が来てくれるかな私の友達来ない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 さすがに来ないでしょだって友達からしてみればさ響きは普通の友達だからささすがにすって,ては会いに来ないでしょうんうんでも一回だけあの。 なんだっけ友達ライブ見に来てくれたんだけどそうそう <laughs> うんうんうん誘ってみようかなおいでーって恥ずかしいから大丈夫って感じつみさな、ま、ピューパジャマかありがとうありがとう一時ブレコクポーズがわこれね つみさなビュー白うさぎさんビューしゅんちゃんお化けありがとう何なんしないで何まるさなビュービュー M さんこんばんはハムちゃんハムちゃんじゃないのよ元気な感じでかいかったのでぜひ機会でもあればいやいつでも機会あるからいつでも機会あるから今回今回オンラインとオンラインもあるし直接もあるのでぜひ来てぜひ直接で。 来てくださいまたひーちゃん寝る体勢ですか全然違います猫、ね、たん結婚して昨日結婚したばっかや <laughs> ありがとう猫、ね、たんちゅうちゅうさんもいいよね俺はふられそう雨と同じで振ったりしないで、ね、どういうこと今日配信ないかと思って配信ありますよ配信はありますよ 福岡まで残すって考えたら大阪とかオンライン買い回しする方がいいえっどうかなえっそれはえでもえっそれはティーカーが決めていいんだよえー、でも響き的にはリアルで会えた方が嬉しいけどどうなんだろうどっちの方がいいんだろうね 日々的にはリアルで来てくれた方が嬉しいのは嬉しいかなって感じですせやねそうマルさんハロウィンありがとう逆ゲげ人投げてもホられそう。その時はその時やい GT さんハマちゃんこんにちはホラレクレーンは投げないピエピエ最初から投げないでしょ ツイートでツーショット見たけど火かわいすぎてバカっ,ったぞ。かわいいかよ。かわいいかよ。ありがとう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 。み、ね、ぶちゃいくのやつもあるでしゅうでも。そう。ツンツンツン,ツン。ティカートありがとう。お疲れーライス。お疲れーライス。ァンバービーターパーカーさん。ラピューこんにちは。浜田いぶきです。 また模様替え一回何遍すんねん君いや模様替えマジで趣味やねん <laughs> んまに趣味やねん模様替えが趣味すぎる本当にもうお広島に来てから5回ぐらい模様替えしたかもうん <laughs> ひいちゃん前髪ちょくちょくしたしてない前髪あの美容室で髪切ってもらってからちょっと前髪整えてそれから切ってないよ 何短くなった昨日配信で,できなかったチケットあと少しいや昨日朝から配信したよ朝から配信したよ今のところ七並びヒいちゃランキング13位なかなかすごくないすごいね最近本当に私七並びしてないんだけどどうしたらいい落ち着かないやっちゃな落ち着かないんです つかないでほんまにひーちゃんさおつぽんぬおつぽんぬうささんおつおつぽんぬおつぽんぬ旅行の荷物は多い方ですか多い方です私は結構荷物多い方うんめっちゃ多い方なのでも最近マジで荷物少なめ女子狙ってます今日はさ今日お出かけしたのね めっちゃ人多かったんだけどやっぱ日曜日って多いよなやっぱりめっちゃ多くてうわ日曜日だわ私さ人が多いの苦手なのねそんな遊びに行ったりするときってそうだからおおー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 多いなと思いながら歩いてました今日 ま、大物の大物、まあ、お名前は言わないんだけどあのすごいすごい方にお会いして偶然びっくりしましたそう <coughs> 昨日は絶対はね姉さかたくさん LINE 来たやろういやそんなにそんなにかな一応今日の配信 しか見てない、さっき毎日見たえそうなの響しか見てないのでもさ昨日さあのー、昨日帰ってきて <coughs> 帰ってきてで着いたのがさもう12時過ぎてたのそう12時過ぎててで昨日いちごと、あのー、響のお家に来て。 ちょっとご飯食べてました <laughs>。とりあえずご飯食べてました。かえってから。なんか水いたってなってご飯食べてた。何を食べたか大し言えないゆえない。長崎の夜景が見たいな。長崎の夜景めっちゃいいけどね。結構えちういさんこんにちは。こんばんは。ひーちゃん昨日ありがとね。かいくておしましましちゃったね。嬉しかったいなつん。ありがとういなつん。ちゅんちゅんちゅん。うれしみだった。 嬉しみでした。本当に。ありがとう。たくさん来てくれて。これからも仲良くしような。<laughs> しような。仲良くしてね。やろぴくな。やろぴくな。ぴぴ。ね。嬉しみでした。あは。うふ。はほほ。たたたたた。 うん、うん、本当にありがたたかったな結構なんかさお話し会さんみんなさなんか響きがあの <laughs> なんだっけそう寂しくないようにさみんな考えてあの結構来てくれてたから本当にありがたかったありがとうございますありがとう。ツーショットの時はマジねあの響き一人で寂しかったんですけど。 ゆういちさん公文にありがとう何しかね十19期生オーディションが開催されましたね今日からね。も送ってみようかな <laughs> ねすごいこう頻度がね最近またやばいですねまた19期生ということで私3期生ですよやばいわすごいなと思って。ね私 さあ本当にあの武道館行きたかったココアさん行ってたじゃないですかシュんちゃん,あ,んありがとうケギャル時代の友達ケギャル時代の友達そうそう来てくれてた改めましてこんばんはルパンさんこんばんは <laughs> こんばんは名前が読めないさかわいいありがとう姉ちゃんは子が来そう来ないよ来ない来ない来ないわいが緊張伝ってしまったはずえ嘘え 猫はいつも通りじゃなかったペンギンさこんばんはちとせちとせハロウィンありがとう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 サーパジャマが前に言ってたやつのそうやね昨日初めて小宮野さんと話して感動して泣きました <laughs> えっ絶対うそでしょそれ泣いてる人見てないよ私ね昨日さあのー 発信見てるますかっていうのをその来てくれた方に言ったんですよで「お名前は?」って聞くのそう「お名前は?」って聞いたんだけど <laughs> 一人の方答えてくれなくて「そうないっしょ」って言われたわけその方のお名前は誰かなっていうそうなのそうなの佐々木伸介さんな、っピュー昨日まかり話かお疲れ様やって何がんとるパンさんにも来てくれて博多で待ってるでって 栃木すうさんアピュー青おさんアピューゆういちさんこんばんはいい声ですねえうれしいです特設の日緊張して喋れないかもえ喋れるよトイさんもいいよやればできるハワ昨日の衣装は綺麗でしたえうれしい衣装じゃないけど衣装じゃないけど私服うれしい久々になんかちょっと女の子みたいなやつ着ちゃって楽しかったですね 髪の毛さそう昨日来てくれた方が本当にサラサラやねって言ってくれたのほんまにサラサラなんです今このサラサラを見れるのはねあとちょっとだと <laughs> そうハマちゃんはハマちゃんハマちゃんどれが正解ですかどれも正解じゃないです私ひーちゃんだからハマちゃんはあかんで正和さん「ミオーラビュー」「たかしさんはビュー」「ヒきちゃんにあれ見たら桂宝」 警報名は発令警報発令本当は通知書買いたかったけど高いからやめたまあ高いよね高い高い高いよねありがとうねご新規一名様ですいいよ <laughs> ご新規一名様です <laughs> じんじんじん昨日足疲れたしお疲れ様でしたこちらこそお疲れ様でした本当にありがとうね私は疲れてないよ 私はあの広島からあの東京まで行くのと東京から広島に一日で帰るのだけが疲れただけでまあ疲れたって言ってもずっと乗ってるからね全然そんなことはないんだけどみんなの方が来てくれた方の方が疲れてるはずだよちゃんとお休みできたかなありがとう並びましょう待って今七並べできる時間か私でもね今携帯ないんですよもう一つの携帯がどっか行っちゃった どこやねんって話白いサギさんかわいいありがとうイチカパジマウィーヨウィーオ。ハンドルリやったら人が多いよねえねえ多かったほんとに多くてびっくりしましたひいちゃん荷物になりたかった人生ですひいちゃん荷物にならないほうがいいですイチがお世話になりましたじゃないのよ逆でしょ猫たんそんなこと言ったら響きちゃん泣いちゃうよだからこのさくも 矯正かかけてからさ髪1回も結んでないのだからずっと保たれてます結びたい久々にだからなんかね学生の時とかって宿毛矯正かけても絶対的に髪長かったら結ばないといけなかったから後がついたんだけどほんとなんか大人になるっていいですねじゃあ学生がい,いいけど。 今日、スイーツパラダイスに行ったんですよで私学生さあ割り使えないからさちょっと悲しいだったいや絶対的に学生割りともいけるんだけどちょっと悪いことしてるみたいになっちゃうからさすがに読めちゃった「トゥッテアユー」アユー」ゆいちさんあとありがとう 自分も同じく人混みあんまりそうだよね響きもみりゆいちゃんあんたありがとう偶然そう偶然ゆいちゃんあんたありがとうんかうんわかんないじゃちゃうな全然ちゃうな響き特製チャーハンチャーハンえどういうことチャーハンんひいちゃんこんばん髪トゥルトゥルだねいありがとうトゥルトゥルやでーって辛ラメン食べたんでしょ辛ラーメンじゃないんですよちょっと違うんですよ 出会えたらどこにいたのかしらうん明日からやねえでもなんかあのあれなんですよ昨日幕張の時にねマネージャーさんとお話ししててそうお話ししてたんですけどまあもう,もうちょっともうちょっと痩せなきゃっていう感じでした「顔大きいですか?」って顔大きくないよ」って言われたんですけど ちょっとだけ痩せた方がいいねって言われたんでちょっと頑張って痩せ,痩せますねとか言いながらずっとこうやってやってねあんまり痩せてないんですよでも本当に最近はあんまり食べない食べないようにしてるはずな,なのそうそうそう前よりはあの何まだ食べてないです チュッチュンションさなピューボール投げうふりしたキャッチして投げてくるひいちゃん <laughs> せやねんな響き野球してたねこうやってそうそう野球してたしっかりキャッチしたようまかったでしょうチュ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 トーク任せるわってチュチュンションチちのあたさんこんばんはお姉ちゃんからマジで痩せてくださいって言われたはいはい 分かかかっってまってまますすほんまにほんまになでもさ痩せろって言われたら逆に痩せれないとか言ったらダメなんですよそうなんですねまあ痩せたらいいことがあると思っておきましょう痩せたら人気になるよとか言われるので「分かりました頑張ります」頑張ります」 <laughs> ね、面白くないもうさ響き前言ったことがあると思うんだけどこんなにハワード人気出そうや,からやけどんハワード人気出そうやけどなっていうのをあの何前入った時に一人のマネージャーさんに言われたんですねそうもっともうちょっと痩せたら人気になると思うみたいなと言われたわけ。 なんですよで、そして今回はかりで違うマネージャーさんに「オードは、まあ、もうちょっと痩せたらあの多分人気になると思う」みたいな「まあまだ半年やからな」とか言われたんですけど「いや待って全然違う人にあのとりあえず痩せたら」みたいな「あれ?」みたいな <laughs> なんか面白いなと思って。 やっぱそんなあれなんだとか思いながらそうこれ痩せたらいいことあるのかなとう、頑張る頑張ろうと思いましたそうなんですよ一生痩せろ <laughs> 一生痩せろってしかないなので頑張って痩せます <laughs> でも本当はに今回はガチ本当に今回はガチいやこの前ガチとか言っちゃったじゃなし行っちゃおうなんで ねえねえどういうこと ?12 月を、ね、福岡お話会がマジ楽しみすぎるからそれを楽しみに行きますそんなこと言ってくれるって嬉しいそんなそんな言ってくれるの嬉しい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 ,嬉しいあー響きに会うためにそれを楽しみに行きますとかもうさ幸せすぎないそんなこと言われたらいやごめん響きにとか言,言ってないけどさまあそういう解釈しちゃうねえ嬉しい私も楽しみにしてる 私をそのために生きるわ。楽しみにしてます。ありがとう。セルフけんに。<laughs> セルフけに。ええ。ちゃんちゃんちゃん、しょうさん。ここまでありがとう。どうかな、一瞬はい、見えたはずよ。え、直接で見たいもん。カリさん、な、ビューとマイキさん、こんばんは。こんにちは、あれで更新してね。ね。更新しようか。けに、ブイを答えてあげて、何を、何を。 福岡、博多はひいちゃん思い出の街。ぜひ、ひいちゃんに会いに行きましょう。ほんとに会いに来たよ、福岡。マジ。生まってないから、わい,いかも。いや、猫じゃないよ、完璧に。また3月会いに行くからね。会いに来てね。会いに来てください。足の、変わった、なはだなくても行けるやろう。いや、自分で言うの。いや、なはをつけて。闇 <laughs> サイトでひいちゃんの好きなことを1000文字作れば。 文字の作文作れば結婚できるなん,な,んですかなんですかそれはなどういう話ですかゆうたさんどういう話いやめサいとって <laughs> やばいって今まで生きてきて浜田さんにかいく見たことなかったテンション爆上げしましたね待ってサタンさんさそれさあの言ってたよね言ってたよねそれそれさあの実際に言ってこなかったっけリアルだった時できたよね多分 カリさんらさらいいねありがとう直接の時名前やったらゆきうん名前やったらユき、うん、どっちかっていうと名前を言ってほしいかもそう名前やったら大抵わかるからとっても楽しかったよこちらこそだよ楽しかったよ私もきっちゃんはきっちゃんはないよ んさなビュー玉きさんこんばんにありがとウィーオー星人って呼びたいなんで福 <laughs> ちゃんさんなビューまた行きたいとたくさん思わせてくれてサンクスサンクスいやこちらこそいやそうやって思ってくれることがサンクスサンクスやねほんまに嬉しいありがとうな響とお話しするために来てくれるなんて本当にありがたいことで本当にありがとう何をおっしゃってますよ通所バリー緊張したでしょえ猫、ね、さん知ってたかもしれない パ、ね、ンテーの CM 出れそう出れないよ出たいですねちゃんと高いよねゆうひちゃんの新鮮感覚がいいえ高いもん普通に考えて普通に考えて、まあ、私と取るだったらもう100円もいらないよ玉亜紀さん「ハロウィンありがとうハロウィンありがとう」注射は要するに20秒撮影さっさとしましたその後喋れますえめっちゃ喋る ル喋れたよツーショットとかお話し会より長いんじゃないかなと思ったそうめっちゃ話したツーショットうんそうそうめっちゃ話したね絶対お話し会より長い気がしたツッツンツッツンひいちゃんのもう一個のけー食べたけどマジかた食べるの食べるの食べられてないしコペンさん看板はひーちゃんのねじまってるのに。 いや待たないで調子よ,よかったまあ,あの仕切りがなければないやそれななんで仕切りがあるんやろうかね女ねえお高いお金払ってるんやからさ仕切れなくてええのにねうん森生が羨ましい毛量普通じゃない毛量は「ゆうきさんラビュー甘いもの食べん」って今私言われたとそう全然甘いもの食べてない言うて 普通の食事しただけ。だから、別なんか、そう、白食したとかじゃない。パスタ食べたちょっと食べたよ。心はいつも学生です。そうです。心はいつも学生やね私も。うん、なんで JK でもいけるいけるよね。しおりさん、こんばんは。毎回明日からって聞いてる。うん、明日からとか言ってないよ。たなんか小学生ぐらいですって言えば。<laughs> 確かに。しおりさん、こんばんはありがとう。あきさん、こんばんは。あキちいさん、こんにちは。食べていく一方やな。え、食べていってないよ、そんな。 あれで響きや我慢して食べてない方やで「シさんだるもありがとう」実際会うと顔が小さくてびっくりしました本当ですか本当ですか顔はね小さくないんですけどめっちゃいいも大好きいや私は太も見せれるほど太ももしてないんですようんどの日もかいから好きなんじゃありがとう好きなんじゃ姉も日はよろしくお願いします 一緒にダイエットしようって来たお姉ちゃんからいやねダイエットかいいの行き語りが早く見たいの、見たいというのはキンでしょうかもうねギターギター練習したいんですけどね全然その練習するあれがないですねマサ、ま、さ,さんもういいよ先輩方食事を無理して耳に 耳に辛い症状を抱えたりしてるから3期生も心配です3期生はまず心配するな <laughs> 全然大丈夫だよ <laughs> 今のところでもマジでそろそろねそう言われるってことは痩せたらねよくなるかもしれないので頑張りたいと思います笑ってるわ てぃお姉さんはあんありがとうのんたんこんばんはポンちゃんお化けありがとう私もやせんとなすいませんラーメンチャーハン定食大盛りで <laughs> やばずるいってうんみさみさがいるデジャブデジャブやねんまた言うかそうやねんスタッフに言われっぱらしやねんそうやね浜田さんは今のままでも女子ファン引きつける人だけは大丈夫だと思う大丈夫はないねんな ハみさみさートありがとうありがとう,ありがとうみーさみさみさみさも昨日来てくれてありがとうありがとうたくさん来てくれてありがたいありがとう気をつけて帰れたか気をつけて帰れたか二人はまに生まれたのか大事なことなのにかりました的なうんみたいな感じそうなんかどうしたらいいですかねみたいな感じのを相談したのね そしたらもうちょっと痩せた方がいいと思うみたいなうんえそれだけみたいうん痩せなきゃいけないことじゃないとアイドルやったら痩せないけんのやな、ね、い今見たけど全然薄かったよありがとう今でもかわいいよかったありがとう少々の時に一緒にいた人かねそう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 ですそうそん時に言われたね <laughs> そん時に言われたね今 <laughs> サポーチに行きます来てく お願いします。アビルほどパン食べたい,い食べたい私だって。ヤスさんこんばん。シュニーさんフォローありがとうございます。エールさんアビュウ。東京にポムチを持ってきましたが持ってってないけどこやつは持ってったよこやつは持ってて。神奈川県遠い遠いよねそりゃ。マヤさんとリサ子は、えー、女子ファンがじゃあじゃあ増えるタイプだと思ってます。ええー、そうなの？メピミ。 確かにするというのは今まででも評価の一つだったらだったらしいよどういうこと今までの評価の一つどう,いうことどういうこと評価の一つってたくさんたちに聞いてきて思ったんよどういうことどういうこともう12月福岡町同士それな早く12月になってほしいねでもさ11月さあの卒業演卒業 んとかもあの牧公演も公あるじゃんだから11月もすごい楽しみなので是非来てくださいライブもこの前は直接で行ったらいいのかどういうことどういうことファンがゆっくり増えるタイプだと思うので無理せず痩せずに健康でいてほしい <laughs> え私はよく言われます後からつくタイプだかなって言われるんですけどそんなこと言ってたらダメなんですよ まあでもね嬉しいゆっくりでもね響きをすいてくれてる人がいるってことですごく嬉しいですめっちゃやっぱり優しくていい子音できるね仕事できないね私私は彼女の前で気動挙動不審になりそうなるななるな中小会確かに5200ミすなの高いな すいません、高いとこ言っちゃって。とね、やばいね。で、一枚十枚ぐらい、短い短いな。新規さなビュー、い、ツショット会。は二枚分ですよ。ね、めっちゃね、短い、いや、長いよね。ツーショット会の方が話長いかも。どっちかっていうと。新一さん、ハロウィンありがとう。ひいちゃんの魅力を。ひめたいとして、これからも応援ビームアップ、お願いします。私の魅力。お願いします。<laughs> エビちゃん好きめんるるんいいちゃなビューなビュー見せてごいさんじちゃん今日も会うありがとうしんいちさんおじゃま買う10レシー2500円です要するにお話し会2回買うと記念に残るひいちゃんとの写真がひいちゃんと写真が残ってむしろ得えたし確かにそっちの方がお得かもそっちのルパンさんが言っとるけんき,きっとお得やで通称来てください ピュゅどうさなピューラピューラピューしっきりは去年に大事なライブやイベントが全部飛んだ辛い経験からまだいりそうですあそういうことかそっかそうかっか一得したらまた外れるのかなひろまつんさんウィーヨーを耐えたら来世からやばいやばいそれはやばいしおりさん誰もありがとう実はえー 運動で休め,休,休めの日にウォーキングしてえいいじゃんいや走った方がいいですかねあ走るのいいと思うよって言われたから走る走ろうかな、今,今日ねえさもダイエット応援してます麻痺、まあ、もかもおい適当かハンキさんの楽曲 MV 汎用ないんじゃないあるんかな処理サンダルもありがとう前も言ったけど自分も食べ過ぎて太ってたけどエク陸上ブに入ってめちゃってた本当でもさ響き今までさ 入る前って全然運動してなかったのダンスとかもしたことなかったしなんか普通にしたことなかったのうんしてなかっただけど体型あんま変わんなくってでもメンバーにさなんか昔の写真とか見せるのねよく今日見せてたんだけど痩せたねって言われることは多いかもそう痩せたねって言われること多くてえっ 体重的には変わってないけど見た目的には少し痩せたのかなみたいなそうなんだよ、ね、あの時言われてたんかそう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 なんですマッチで楽しかったヒーチ話しやすいほんとみさみさん嬉しいともようともようみさみさんせやねいやみさみさんがもうかわいすぎてもう逆逆,逆,逆,に逆にお話し会に行きますよみたいな 感じやね <laughs> めっちゃ逆に話しかいけますよウェイヨーとしてしいねっ今日ねりえチとみさみさの話してたそうみさみさの話してて「大丈夫かな?」って言ってたミニさんのさつかん昼より行くよお会えるじゃないですかきっと見つけてくださいねひみきも 次11月4日オンンライン行きます楽しみえう、ーえー、嬉しい来て来て来て楽しみにしてます。楽しみにしてるよみーさんみーさんお待ちしております。で、え、い、ー、よ。直接ねひーちゃんガチ声で名乗ります。ああれキャロキャロットって言ったの。痩せるの痩せるの評価話はまた別の話。おーおおきょゆぐねこさんラピューオンライン話会切り替え。 時間入れて一応15分ですあそうなの正直さんこウもりありがとう写真が残るのほんとにうきいね確かにうん、うん、思い出にね浸れるよね確かに一番写真いいかも袋多いねあ,あそんなそれ言わないで多いの知ってるから言わないでそれ気にしてるね でも、いや、ほくろは多いんですけど、あのニキビやねん。ここら辺ニキビやねん、ちょっと。今肌荒れすごいしてて、もうピエンなんです。どうしたらいいの、ほくろはね、取ろうと思ってる。うゆうたさんもいいよー。コナンって家で流行ってる、確かにね。最初に自分の顔が写れてる、え、よくない。 ピュルだなっぴーんひいちゃんとは記念写真撮りたいね。なんか気にしない。嬉しい。来てください。ぜひ。ひーちゃん、あ,ありがとう。家系ラーメンダイエットがあればな。家系ラーメンのダイエットないでしょ。ひーちゃん、本当に話しやすいのをぬめ、おぬぬめ。<laughs> おすすめしてください。もうひーちゃん、女性ファンのオタクしてそうもう、オタクですよ。<laughs> 逆にね。ないだし、見えない。みさみさあんなひーちゃんコンビ。 え待って私が年下に見えるってことみさみさと同い年に見えるでしょうみーちゃんねえ女の子多かったよね素晴らしいそうかなありがとういやみんなねあの優しい女の子がねあのねそうあのこうちょっと来てくれてるありがとうありがとうなの嬉しい身の前なのみちゃん レパンさんそれは私はディスってますか絶対に私のことをディスってるから大丈夫だよミさミサんフフッジンベンチで写真とかいや面白いねあのベンチちょっと立ってじゃないんだと思って効果の話聞けひーちゃんに直接会えるからそれまで健康でいるねいやそれまでじゃなくてそれからも健康でねひーちゃんのホコル好きなのにえ撮りたいホコル撮らないでください絶対撮ります 兄ちゃんなんなか食べようなんか食べないよひー一人ならまあ高くても払うからありがとうおふざけおふざ待って私のことあれしてるんじゃないよねワクワクのねせっかくのねえそれなほんいちゃん最近すぐりーチちがひーの名前出してくるのに何とかしてくれどういうことさひーコンビでお寿司かお寿司か <laughs> いいよいいよしてください でこの言ってないよねこの話この間さ姫菜とごはやさんに行ってたんですよごはやさんに行ってたのそう仕事終わってからあのごはやさんに行ってたら話しかけられてえみたいなそう初めてあのファンの方にあお話しかけられたの嬉しかっためっちゃめっちゃ嬉しかったんだけどどうしようって感じでした 僕は顔面取り替えて勝ち逃げしたいえと,と取り替えられちゃう響きなんならホクロを増やすためにゴマ円をつけようかと考えたらえ絶対嫌だ私は昔感謝枠の中小都会の時めっちゃ待たされて足痛かった時ありましたなので毎日あそういうこと芸能人そうやね響きそう日々芸能人だと思った <laughs> おおすごくない いいいじゃん食べれるいただきますえ食べないでっ実感したえ実感しましたでもちょっと気まずい,いのがそのごはん屋さんがさなんかおしゃれなごはん屋さんとかじゃなくて普通に普通におしゃれなごはん屋さんとかじゃなくて <laughs> ほんまに <laughs> それがちょ,ちょっとなんかなんかちょっと恥ずかしかったんだけど普通にそうひーちゃんとひいたんですかみたいな。 すいませんプライベート中にみたいな感じで喋りかけられたのめっちゃ嬉しかった「えっもう全然です」みたいな「ありがとうございます」みたいなそうめっちゃ刺しい方でそう応援してますみたいな感じで言ってくださってホンマに <laughs> 響きって響きってアイドルだーみたいなちょっと嬉しいでしたそうドンとかラーメンそうそやねドンとかやね <laughs> 普通にドンドンとかやねフ <laughs> そうお疲れさん誰もありがとうとのアイドルになろうといつ決心したんですかうーん去年の12月 ?12 月かな去年の12月にあるアイドルになりたいと思ってアイドル死亡したそしたら STU 分かりました食べてる時はちょっと嫌かもねそう でもなんかちょっと気まずくてそうちょっと気まずくてそうしかもなんかおしゃれななんかなんかごはん屋さんとかだったらめっちゃあれなんだけど全然ねなんかそんな感じなかったから <laughs> <みて> <laughs> <みて> <laughs> うふふ見てありがとうございます」って言ってだけど人違いだったというオチを期待してた「<laughs> ええー、そんなちゃんとひいちゃんとひいたん?」って言われたそうやねひいたいした終わりました終わりました とんちゃやさこんばんはいいアイエピソードですいいエピソードなんですえアイドルしてたのねええええアイドルしてるじゃん食べ終わった後ならいいけど食べる前だと気まずいだろうなうーんいや響きはほぼ食べ終わる時だったんですよそうでファンの方は多分食べ終わってから多分話しかけてくれたのかな話…もうお帰りになられたからそう食べ終わってから多分ね 気づいたんですかねなんか、あ、気づかれるんだみたいな嬉しかったマリス寒いよ私一人で夜ご飯食べてます私も夜ご飯一人ですよちゅうさん好き麺ねひいちゃんのご飯嫌でべったり会ったりしたらおごるしかなさそうやからやだ、え、なんでなんでそんなんしませんよひいちゃんあ、いいじゃ 食べれるメモ食べれません昨日質問に答えてくれて今後行く目的を失いましたまた質問を考えてくださいあの質問はちょっとなんかねあれでしたっけどちなみに私ですけどえそうだとんちゃぼうやさんだそう名前やってくれたよねあこんにちは <laughs> 来ます <laughs> そうですそうですそう話しかけてくれてありがとうございましたありがとうございましたちょっと嬉しかったです めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。うん、いらっしゃったわ。<laughs> いらっしゃった。<laughs> うははって。そう話しかけてくれたんです。ありがとうございます。初めて話しかけられたので嬉しかったです。ぜひ皆さんあのはい話かけてください。<laughs> 私全然大丈夫な人なんで。つづ。 こんばんきょは4時まで仕事オンリーボーイです <laughs>。オンリーボーイさんおめでとうございます。え、おめでとうございますね。<laughs> 4時までおお4時までお仕事頑張って。頑張って4時までお仕事。倒れるなよ。気をつけて。お仕事頑張れ。人に食べられてる姿見られても平気。無理。めっちゃ無理。え、めっちゃ無理です。 私、絶対無理です。食べられてる姿を見られるのはあんま好きじゃないです。そう。気まずい気まずい。<laughs> 今日はカニカワゾーンにしました。え、美味しそう。すぐ気づきちゃう。ん<え>気づきそうなひいちゃんとひいたような。嘘気づくかな普通に何も返信してないしね。お客様、あちらのお客様代表です。<laughs> やばすぎ。そうか、あちらの方も。やばい。ああ、確かに。おもろい,、ね気まずい。ご本人登場ミラクル。え、それは あのいらっしゃるとはさすがに思わなかった実は県外から広島に出張中だったりたまたまですえー、すごくない奇跡的じゃん運命的じゃんウィーヨーありがとうとんちゃんもやさん嬉しいえー、奇跡だなすごいすごいね何じこれだって <laughs> 広島駅はパニックになる日も近いなりませんなりません普通に広島駅いますからね ウケピね面白いね私3日月も避けちゃうえ避けないです普通に話しかけてほしいプライベーペットの日はギャル系ですかいや普通ですこのままですプライベートのうん,なんかうん全然響きはそのままやと思ういっぱい食べる君が好きありがとうしんちゃんさんしんちゃんさんこうまでありがとう あ、ま、たひいちゃん食べれることを草んしないとダメですダメです話しかけずに観察するタイプはどう思いますかえちょっと気まずいから話しかけてほしいかも逆にあのあのこうこう見られてる方がちょっと私はちょっと苦手なのでそうなんか私何してるかわかんないじゃん怖いじゃんなんか私怖いじゃんなんかそうもんねそうそう だから「これあいいじゃないですか」って言われた方がいいタイプですそうそうそうあとから「あの時見かけたんですよね」とか言われるよりはお話しかけてもらった方がいいキゃ嬉しい料理配信できないじゃん料理配信してもね料理してから切ってる <laughs> そうしてしてないさらばれるよそうよねしかも あの日チェキ買会終わった後だったからそうそうヨシミさんこんばんは私はねほぼほぼ変装してないですね変装してない、うん、まさに奇跡とていうなのストーリーそれな <laughs> 見かけたら絶対話しかけたいけどそもそも芸能人見かけん確かに見かけんよね私も見かけない <laughs> 何こう恥ずかしくていんけは疲れを癒してくれる みたいですでえー、うちありがとっひーちゃんじゃなくて見られてるだけだとファンなのか分からんそう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 なのだからなんか逆に気まずいから話しかけてほしいかなデュアやトとアのカツカレーですヤマズてかワインギャル好きではないですかえー、そうなのあの時めっちゃ鼻かんでましたね <laughs> とか恥ずかしいそれないやそんなことは絶対しないけどそんなことあの襲ってあんましないけど 恥ずかしいじゃん、なんなかか恥ずかしいことしてたらちょっと怖いからさもし偶然会っても人間違いだと怖いので一旦ウェイヨー」ってつびれてハまみうことにしますあ多分「ウェイヨー」って言われたら気づくかもしれないえウェイヨー,オーえみたいななるかも毎日スマホ見てヒーの顔みたいななんかホッとしますよおええー、ウありがとう渡辺さんもいいよ浜田さんはこちら あちらか見らて1年分です <laughs> 強い強いそれは強い実は卒アメンバーに握手会で自分駅で見かけたって言われてことアッたあそうなの私もファンの方を見つけることもありますよもう広島駅では広島では1回しかないかうんあの時さ助け,助けてもらったカメですとか言って助けてもらったカメですなンバの可能性までねなんか多いよね ショールーム安心の終わりで入ってきたので今日もたまたまええー、しいありがとうございましたんゃんばやさん来てくれてありがとう嬉しい美容って言ったら気づく日拡散希望やなそれでほぼ気づくと思います聞こえたらね聞こえなかったらあれやけどうそやねそうなんですよねうん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 そうなんですでもとにかくね んまあその、ね、響きね気づいていただけて嬉しかったですっていうのをずっとね言いたかったんですけど言うの忘れてましたでも今日さあのー、ねあのちょうどねご本人さん来てくれて嬉しいじゃああと5分で0時「やばいやばい早く寝なきゃいいよ」って言いながら近寄ろう <laughs> そうしてください「ハマイちゃん」って呼んでも気づいてな、ね、い多分気づくよ普通に。 ウェイヨーって言いながら歩いてし直筆されそうされな <laughs> されそうかも今度「ウェイヨー」って言いながら歩こうかそしたら「ウェイヨー」ってなるよね明 <laughs> 日チ待ってます七並べね明日はねできない気がする森賢人さんこんまにありがとうこんまにありがとうちゃんちゃんちゃん

今56分じゃんほに聞わえるぐらい大きな声で w e e y ニシャス絶対嫌です <laughs> 絶対嫌ですクイーちゃんさラブユー,ビューではねそろそろ誕生先に読もうかなでは13位いきます13位 M ちゃん12位キャラッター 11位大塚アットンさん10いホッカッチュさん9位しんちゃんさん8位エスティユ・ヒーさん7位ザッキー6位 m o デ・ト・オ・ n さん5位ションちゃん4位ユーイチさん3位ボンちゃん2位トマさん1位はひろしさんですありがとうございましたありがとう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 トントンありがとうございました ひーちゃん明日も5時なわけがありませんうん明日は夜配信するかなうんお疲れさまでしたってこちらこそお疲れさまでしたウはいよウェイヨウェイヨバイトおうてありがとうカバンにウェイヨウって雪降ルタイムつけといて <laughs> えやだウェイヨウイナガイフシャアに出たらハ浜田響きやんてないぞ <laughs> やばいやつでしょう完璧にねまた皆さんとねどこから会えることをまた楽しみにしております また明日から w ィ You! ーーまた明日から w ィ y o 明日も頑張ろうね皆さん。明日も頑張りましょう皆さんおやすみなさい今日もお疲れ様朝だまさでしたお話会も本当に皆さん来てくれた方ありがとうございました本当にありがとうございましたまたね、次、次の会場で会えることを楽しみにしていますオンラインお話会もあるので、ぜひぜひよろしければ。 お願いします今日もお疲れ様でしたおやすみなさい皆さん明日も頑張るわ頑張るね頑張りますお疲れ様んサブがいいよりお話あお姉様のお話返したい人生ダメでしょ響きでしょ。おやすみおやすみディオールでおやすみまたねバイバイたくたじいチャンネルはいいよ言えばいいかみんなはいいよ言ってきましたよ結構 結構みんな WEO が浸透しててありがたかったです <laughs> では皆さんありがとうございました何時だああと30秒ぐらいですでは皆さんありがとう響は今からねちょっと片付けして準備して寝る準備して寝たいと思いますではおやすみのさいみさんじゃあねバイバーイ バイバイおやすみおやすみおやすみ期末タイムっていうな期末タイムというのいい目見てねヘバなーバイバーイよく読んてくださいねいよゆりハムちゃん年末のワイダメです <laughs> じゃあねパイちゃんも